ナさん。キャナさん、はじめまして。青野。はい。青野。はい。僕、ここ向かった時に、青い字を見て、うわーって抜かしてた。これはキャナさんの。はい。これは74ですね。あ、どうぞどうぞ。はい。こんにちは。車全体では、めちゃくちゃ有名なとこだって。いて。で、今はもう74とかやってると思うんですよね。まあ、もともと競技やってたんで。ああ。ランクルとかパジェルとか、パジェルってずっとやってたかな。あ、なるほど。大型の4駆の世界ではもう、はい、本格的だもんね、ウォンのウィンチが入ってて。これはトレイルさんと一緒に、ウォンの輸入代理店のトレイルさんと一緒に去年から作ってたやつ。あ、うん。キャナスのオリジナル商品はあるんですか？結構皆さん、メーカーさんとうちタイアップしてるんで、そう。そう、みんなうちで来てはったみんなで、キャリアもそうだし、ブレーキ、ローター、うち、ん、メンバーも全部、某3社はみんなうちの車で。型取ってる。でも見たことないもん。いっぱいついてる、ね。まだ売ってないです。前も上も。なるほど。はい、あと足もうちオリジナルで作ってますんで。足割り。はい。それはやっぱりレースに通用するような。まあ一般の、まあとんがったところじゃなくて、やっぱり一般のお客さん、街乗りからちょっとしたオフロードキャンプぐらいまで行ければ。こういう感じですね。はい。ダナス。いいですね。かっこいいですね。まあ地味にやってますから。はい、ちょっとなんかこれ社長さんお時間ないそうなんで、はい、すいません、もう お忙しい中、ありがとうございました。すいません、もう動くところだけ最後、あ、そうです、最後、もう動きます、まだトイレ、あ、トイレいやいや、どうぞ、じゃあトイレまでついてくか、そうですね、ちょっとモザイクの方入れさせていただきます、あっちの方もキャナスになってるかとかどういうことなんですか、わかんないだろ、まあ一見シンプルだけど、はい、でも他と被らないというか見たことない、ちょっと上の方も、はい、こういう感じ、バンパーもこれ珍しいね。なんか、作りは。うん。バンパートレイルのオリジナルです。あ、そうなんですね。スチール製。うん。ショートバンパー。スチール製。そうっすね。ちゅうことは、バンパーにそのままマウントになって、ボーンがついてると。うん。本当に引っ張って自分が上がれるっていう、実用性を兼ねたっていう。仕様を。これが多分跳ね上げですよね。ええ。そこから出てる、このウィンチは。ああ。あー、なるほど、はい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 、あ、隠すのがオシャレなんですよ、かっこいいですね、これ、うん、僕でしょ、うん、でも忘れてこのぐらいで走るとかっこ悪いぞちょっと情けない感じが出ますね、ホイールも青いの珍しいな、あー、なるほど、5色、あれ5色できるんでしたっけ、あ、うん、スプリングはスプリングはいくらでも塗れるんで、あー、あー、これが入っててボディーゴーしてあげるよ、はい、だいぶ違いますかね、そんな走りはまだしてないので、あ、つけて評価するんじゃないかな全然違いますよ、コーナーが、踏ん張りは全然違います、やっぱ譲りはなくなるから、え、ただし一般ユーザーでも簡単につけれそうじゃないですか、これも簡単にこのボルトンについちゃう、この辺はもう純正生かしてる、うん、全然加工してません、後ろもそう、それで合成ができる、合成ができて、あと何気にこういうとこにタオルかけじゃないですけど、はい、ここにバーが、ああ、はい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 、なるほど、これで剛性が上がると、剛性が上がる、あともともと弱いんで、あとああいう直前直射のカメラとか、はい、あとラリーコンピューターとか、はいはいはい、これで今も北川さんと話してたけど、はい、昔出してツイントリップとそれでラリー出てるから、これあの自動販売機のジュースだったらやつかなジュースが当たるものを今紹介したんじゃないですか、うん、こちらは下が A と B で、はい、あの距離トリップメーターになる、それ時間に合わせ速いの遅いのっていうのも全部コントロールできる、なるほど、何ってこういうので使って速きゃいいってもんじゃないんで、そういったのを使うんです、昔のいいところは残してます、なるほ ど, なるほど、まああの数字見ても俺らには全然さっぱりちょっとピンとこうなかったんで、すみません13時39分、あ、なるほど秒数までね、秒数だとこっちは距離だから、すみません、あの時計を読めないんです、はい、我々は、あ、そうか、皆さんあの細かくちゃんと乗ってくれるからありがたいですよね、動画に関してもみんなそういう人の集まりで面倒くさしていませんか、本当すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、ケネスのキエラだ、僕さ、ああ、お疲れ様でした。
っぱりどっしり安定してるよな。そうですね。まずその中で分かんないと思うけど、はい、普通のジムに、K のジムより幅が出てるタイヤね。あー、なるほどなるほど。危ない。山に帰ってくんですね。山に帰ってった。あっちから帰れるんですね、もう。あの、画面のこっち側に帰るもんだと思ってたんですけど。そうですね。車がお互いに違う方向に帰ってくっていうね、なかなか。想定外だったぞ。想定外でしたね。ありがとうございました。